とぎまちセカンドです。今日はね、私のお気に入りのお財布をいくつか紹介したいと思います。普通まあお財布って1、2個ぐらいだと思うんですけど、私結構ねお財布が好きというか、かなりね使い分けてます。まあまずね、1つ目、もうこれはね通常使いの普通に普段使ってるやつなんですけど、はい、もうね赤のヴィトンのやつ。これはね、あの大学生の頃におばあちゃんが買ってくれたプレゼントかな、おばあちゃんからのプレゼントで、もうかなり長年使ってます。大学生入ってちょっとしてぐらいからだから、本当にもう18歳ぐらいからずっと使ってるやつかな。何年も使ってます。いや、やっぱりね大学入って1個いいお財布買うのって本当におすすめする。しかもずっと使えるやつがいいと思います。やっぱり高いの買うと大切にするし、やっぱり作りというかしっかりしてるから本当にねボロボロにならない。私結構物持ちはねそんなに良くない方なんですけど、これはねもうずっと綺麗というか、なんか買った時のまんまっぽいですよね。でしかもね、あの1回このボタンの部分がねちょっとパチンってなるのが壊れちゃったんですけど、それもねなんかのルイ・ヴィトンさんで修理しても、修理というかお直ししてもらってね、ちゃんとやってもらえるんで、保証書持ってれば。はい、これは本当にもう多分一生使うかなっていうぐらいもうずっと使うやつですね。で日常使い用はこれなんですけど、やっぱりちっちゃいバッグ持った時とかってこの長財布入らないじゃないですか。だからねそれ用にちっちゃいやつも普段使ってます。まあ普段使ってるのがこの2つかな。もう結構ねボロボロになっちゃったんですけど、このねコーチの、これ私ねこのシリーズの柄すごい好きなんですよね。ピンクと白のお花のやつ。このシリーズ他にもバッグとかね、あのこれのもう1ワンサイズ大きい版とかの財布もねよく使ってます。このシリーズ結構いっぱい持ってるんですけど、これはねここに小銭も入るし、ちょっと折りたためばお財布も入るし、あとねこっち側にカード入るのが便利。まあ、基本的に韓国って現金よりもカードでばっかり支払いになっちゃうんで、ここにねカードを入れといて、今ちょっと見せるんで抜いてるんですけど、ここにカードを入れてね、交通カード T マニーとかも入れて普段ね持ち歩きます。ここで釣ることもできるし便利ですね。でねもう一個はこれ、まあ、同じ使い方で買ったやつですね。こっちの方がちょっとねたくさん入るんですよ。お札を入る場所があったり、ここにちょっとねカード入れる場所もいっぱいあるし、でここねチャックで小銭も入るし、でこっちにもねカードが入るんですよ。だからここに普段交通カード T マニー入れといて、こっちにクレジット入れといてって感じで、すごい使い勝手がいいです。これはね確かサマンサタバサだったかな、神戸かどっか行った時にねあのデパートで買いました。で次ちょっとね軽く出かけるって時に、これさっきのねこの柄と一緒のやつで、ちょっともうこっちは黄ばんじゃって色があれなんですけど、本当はこっちの色が正しいようです。これちょっと黄ばんでますかなり、もうずっと使ってるから。コーチのこのシリーズ、この柄すごい好き。これは沖縄行った時にね、あのメイン通りのコーチの店で買ったかな。小銭とねお札と、中にねカード入れる場所もあるんで、ここでカードも入れて、これでねちょっと出かけれます。でね小銭入れない場合だと、中にねハンカチとかティッシュとかちょっとしたものも入れるんで、すごい便利かなって。あとイヤホンとか、あの本当にもう最低限のものだけ入れて持っていきたい時とか、これが便利でね。次がこれもすごい気に入ってる。これはね確かあのどこだったかな、でもかなりね格安のお店で買って、でもこれねなんかすごい高級感あって、さらっとしてて持ち心地もいいし、これいいんですよ。いっぱい入るんですよ。こんな感じでカードがすごいいっぱい入って、お札ももちろん2箇所入る場所があって、小銭入れるねとこもあって、でね言ったらこれ、この部分に携帯入れて、こうやってピッてこう閉めればね携帯も入っちゃうから、すごいこれは使い勝手がいいです。これだけでねちょっとお出かけぐらいでね、なんか見た目もおしゃれだし、すごい気に入ってます。これもねもう何年も使ってます。あ、これと同じシリーズもう一個あった、紹介しようと思ってたの、コーチ。これもね前などこだったかな、このピンクのねブツブツがついた、結構可愛くて使ってます。これも同じね、使い勝手同じです。こんな感じで軽く持っていけます。はい、でね次はこれすごい気に入ってる。これチェーンがついててね、こうかけれるお財布ですね。こうやって、はい、こんな感じでこう持ってます。これがすごい楽で、まあこれ普通にお財布なので、ここパカッて開けるようになってね、ここにカード入れる場所がいっぱいあります。カードのね入れる場所がいっぱいあるの嬉しい。で、はい、中もこんな感じで、これ可愛くないですか柄。今ちょっと中全部出してるんですけど、はい、ここお財布で、ね、収納スペースもいっぱいあって、でこんな感じでね、レシート入ってた、はい、小銭入れる場所と、また真ん中にね入る場所と、こうやって収納が多いやつ私好きなんですよね。これは結構ね旅行とかにも持ってっかな。で見た目がすごい可愛い。ほらこっちもこれこんな感じで入るとこがあって、でねこんだけ収納があるのにすごいちっちゃいからね、めちゃくちゃ楽。こんな感じですごい気に入ってます。これかなりお気に入り。これもでも
ね、すごい安かったんですよ。確か、1900円、2000円ぐらいだったから。で、しかもこれ、ここにね、これ iPhone 入るんですよ、こうやって。ほら、めっちゃ便利。 iPhone も入っちゃうっていうね、お財布。これはね、結構旅行の時とかに使うこと多いです。なんかメインのバッグ1個持っといて、スーツケースにこれをね忍ばせといても、これ全然場所取らないんでね、ちっちゃくって。で、まあ、あとちょっとで言うとこれなんだかあるかな、唐草模様のこういう財布。まあ、これは完全に小銭入れですね。これだけでは持ち歩かないかな。もう一個何かと合わせてみたいな。とか言いながらね、私実はこれだけで出かけることです。ちょっとカードがここ入ってるんですけど。これはね、プラダで買ったやつで、っていうのもなんかね、私しょっちゅうカードケースなくして、カードごとなくしちゃうことがよくあるんで、もうそれだったらいいのかって、絶対もうこれなくなったらショックだぞっていう、なくなった時のダメージが大きいやつを一個買おうと思って、今までは安いカードケース買ってたんですけど、ちょっといいのを買いました。ちょっとこうバッグからね、探すときに、見つからないときのためにふさふさを1個でっかいのつけてるんですけど、はい、ここにねクレジットカードを入れて、こっちにこの交通カード、 T マニーですね。 T マニー、これが1個あれば地下鉄からバスからもうタクシーから何でも乗れちゃうんで、これを持って出かけることが多いですね。もうあんまり現金持ち歩かないことが多いんで、韓国の場合だったらね。で、ちなみにネットで買ったこのねスティッカーの鏡、これついてるとね鏡にもなるからすごい便利。まあ、これが私が普段使いというか、結構ね、いろいろと時と場合によって使い分けてるお財布です。まあ、こんな感じで今紹介したやつは結構どれもね頻繁に使います。まあ、特によく使うっていうと、やっぱ最後のこれかな。結局韓国ではこのもうカードばっかりなんで、支払いは基本ね屋台とかじゃない限りは現金は使わないかなって感じなんで。以上、私が普段使ってるお財布の紹介でした。